柔道レスリングラジオ体操を始め。柔道でよく見る試合前のルーティーン。3、はい。体に喝を入れましょう。白ハンカチを忘れた時のレスラー。ハンカチがない時は似たような白いものでごまかします。試合前のルーティーン、高藤直久選手。世界選手権決勝の舞台をイメージしてやってる感だけの打ち込み。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。必死な表情でスピード感を演出しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いつもより多く手を回す審判。これでもかというくらい回しましょう。すぐグラウンドで休もうとするレスラー。すぐ駆け逃げで休もうとする柔道家。場合によっては相手をイラつかせることがあるので気をつけましょう。プロレス技ばかり出すうざい先輩。コブラツイスト、万字固めないですよ。レスリングに試合開始直後に道着の中に物が入っていることに気づいてしまったとき、まあまあ起こりうるので他人事だとは思わないように。減量やばい時の軽量計の乗り方。そーっと軽量計を動かさないようにゆっくりと片足で乗る。怖い監督の前を通らなければいけない時、小走りで素早く通過しましょう。あまり馴染みのない国であることが多いレスリング国際大会。キルギス？クリッパ？ヤリギ？どこ？お互いにマッサージをしましょう。こんな時代です。肩の力を抜いていきましょう。レイ、良い子のみんなは真面目に練習しましょう。